それでは、経済数学入門の第10講義のパート01を始めましょう。途中で切るかどうかちょっと分からないです。でですね、前回ラグランジュの未定乗数法を勉強したんですけど、まあその復習から始めます。で、問題は、例によってこの R2 の回集合がありまして、U ですね。で、U 上で2つの関数が定義されているわけですね。で、GXY イコール0っていうのが曲線がありまして、この上をxy が動くというわけですね。で、その時にz イコール fxy を極大化したり極小化したりするというのは問題です。もちろんこれは最大化最小化でもいいんですよ。で、ところが制約条件のない極地問題で最大化最小化の十分条件を与えましたけど、ここまだ1年生の段階でその制約付き条件極地問題で最大化最小化の話を徹底的にやるってことはしないことにします。少し簡単な話をします。それはこの、プレゼンテーションファイルには入ってません。それで、何するんだっけ。でですね、定理はですね、これ復習ですけど、ですから AB が、ここにあるわけね。いいですか。こちらにも書いちゃいましょうか。ここに AB があるわけね。いいですか。ですから GAB イコール0ですね。それで思い出してほしいんですけど、 GYAB が消えてないというのは、これは因関数定理を使うためでしたね。それで、そうするとだからAB の近くで、曲線がこれがy イコール φx とかけるわけね。これを使って計算していったわけです。あとチェーンルールは大事でしたね。いいですか。それでこの AB で極大値または極小値を取るとすると、この条件 L を満たす、ラムダが存在するというわけです。で、このラムダのことをラグランジュの未定乗数って言います。英語はラグランジュマルティプライアって言います。それで ここにありますね。それでこの1番と2番の条件のことをここにありますけど、接線条件って言うんですが、その話をまずしましょうか。それで、これ見てほしいんですけど、これ、ベクトルだと思ったら、もう分かってるでしょうけど、ナブラ F が、アット AB ですね。それから、このラムダ、覗いたところで、ここの部分ね。それと、これは何かというと、ナブラ G の、AB で、G の勾配ベクトルですね。いいですか。それがここに書いてます。だからナブラ GAB がマイナス、間違えてる。すいません、ここ F ですね。あらら。これ G ですね。それで、そうすると、何が言えるかというと、で、ナブラ F というのは、F の等高線、
AB を通るところ、すみません、ここにありますけど、fxy-fab イコール0の、方線ベクトルですね。それから、ナブラ G ってのは、gxy イコール0、こちらにありますけど、これの方線ベクトルです。どちらがどちらかっていうのは、区別してませんけど、いいですか。で、この式というのは、何かというと、ですね、要するにこの2本のどちらがどちらかと言ってないけど、まあどうすればいいんだろう。じゃあこちらがナブラ G にしますか。どちらでもいいんですよ。こちらがナブラ F アット AB にしましょうか。で、そうするといいですか、このナブラ F とナブラ G がこれ平行ですね。そしたらいいですか、方線ベクトルが平行で、通る AB が共通ですから、接線、ここにあります、接線、この色で書くか、これね、ここの接線が共通なわけですね。ということは、2曲線が、いいですか、gxy イコール0と fxy-fab、この2曲線がですね、いいですか、これと、これが接していることが分かります。ですから、この1番2番の条件というのはそういう意味ですね。いいですか。それで、じゃあそれで、前回お話ししました例で詳しく述べてない例題が一つありましたね。例がありまして、これはミクロの例で、ミクロ計算薬の例で、照射理論の話ですね。次にすぐもっと詳しくいろいろやりますけど、照射理論の、効用最大化にあたります。何かというと、GXY は I-PX-QY ですね。ですから、この X と Y があったら、ここなんだろう。I over P かな。こちらが I over Q ですか。この線分上を XY に動くわけですね。要するに、I が予算で、いいですか。これは予算で、それを、第一材、第二材、それぞれ価格が PQ なんですけど、単位値ですよ。それを XY 購入して使っちゃうっていう話ですね。で、その時にですね、ありがたさというのが定義できて、これ、向量関数といって、ここにありますね。向量関数を最大化したいわけ。いいですか？そういう問題ですね。いいですか？予算を使い果たす形で、その時に効用が最大化されるように XY を選ぶわけです。いいですか。この話をしたけど、詳しくは話してませんでしたね。それで、ちょっと計算しておかなきゃなくて、GX はマイナス P、GY はマイナス Q ですか。それから、UX は2分の1ルート X 分のルート Y。UY は2分の1倍のルート X 割るルート Y ですね。こうなってますね。ですから、さっきのこの、どれだっけ。この L の条件というのは、いいですか。この L の条件ですよ。定義の条件は、2分の1倍のルート X 分のルート Y プラスラムダ倍のマイナス P イコール0ですか。それが1番で、2分の1ルート Y 分のルート X プラスラムダ倍のマイナス Q イコール0。これが2番ですね。で、あとは制約条件の I-PX-QY イコール0ですね。これですね。で、これを満たすラムダが存在するわけですね。で、そうすると1番と2番から、
1番から何が出ますか。このマイナス使うとルート y オーバールート x が2倍のラムダ p だって分かりますか。で、 2番はこの逆数がルート x 割るルート y が2倍のラムダ q ですか。まあいろんな計算法があるんでしょうけど、まあ最近学生がよくやってるのは、なんかこれ x 倍するのね、両方。ですから、これ1ダッシュにして、これ2ダッシュにして、まあ1ダッシュと2ダッシュを x 倍は、y 倍するとルート、左辺はルート x 倍になりますね。でルート x 倍イコール2ラムダ ipx イコール2ラムダ qy、 こういうようになっちゃいます。でこのラムダが面につきますね。でこれはラッキーっていうんじゃなくて、論理的にはいいですか、この1番見ましょうか。でそうするとラムダイコール0だと、いい、ラムダイコール0の時、2分の1倍のルート x 分のルート y が0、これはありえないですね。だからラムダノット0であることが分かります。そうすると、px イコール qy が分かります。いいですか。まあ、というわけで3番を見ると、予算を PX と QY で分けているわけなんですけど、 PX と QY が等しいんで、いいですか、 PX イコール QY イコール2分の i です。で従って X は 2P 分の i で、 Y が 2Q 分の i というふうに求まります。でラムダも大で、ちょっとその前にこの状況でミクロ計算学では、この XPQI、YPQI のことを2p 分の i、2q 分の i とするんですが、これは需要関数とよく言います。まあいろんな需要関数があって何があったか分かんないかもしれませんけど。で、さらに、ラムダはどうですか？ラムダこれどうやってやってるんだっけ？あ、そうそう。あ、1番使ってるのね、多分これ。まあいろんな、1番からどう？ラムダは p 分の1の、どうだったっけ？2分の1倍のルート x ルート y ですね。だからここの 2p 分の i と 2q 分の i を代入したら、こうなっちゃいますね。でそうするとこれ整理すると i が消えちゃいますね。まずとか、なんだかんだやると2倍のルート pq 分の1になります。でこのラムダ pqi のことを所得の限界効用と呼びます。いいですか。でですね、これなぜかというと、これ一般論として成立するんですけど、VPQI を、いいですか、UXY のこの X に X イコール、需要関数入れます。それからこの Y に、Y イコール YPQI を入れます。いいですか。でそうすると PQI 価格とか価格 PQ と予算 I が決まるにした応じて XY が決まるんですけど、それに応じてその効用が間接効用関数と呼ばれている VPQI で、UXPQI、YPQI ですね。で UXY がルート XY なんで、さっきのこの2p 分の i と 2q 分の i を代入すると、ルート 2p 分の i かけるルート 2q 分の i で、これは 2倍のルート pq 分の i になりますね。で、これを i で変微分すると、ここだけですね。だからこれが1になるだけで、ルート 2pq 分の1で、これが今ここで求めたら、ラグランジュ見て、ラグランジュの乗数と等しいわけですね。なっちゃいます。でこれがラムダ PQI が所得の限界効用と呼ばれているゆえんです。で実はこれ一般的に生じます。今効用関数がルート XY の、この場合で計算合ってますよって言ってるだけなんですけど、これ U が変わっても一般的に DV by DI がラムダ PQI としても整理します。いいですか。それはちょっと
この講義では後期にこれは後期にお話します。ちょっと前期で急いでやってもあんまり意味ないから、いいですか。というわけで、じゃあ一旦ここで切ります。